青森市の皆さん、こんにちは。私たちはタジキスタン国立言語大学日本語学科の4年生です。青森市の学生の皆さんの動画を楽しく見ました。どうもありがとうございました。今日は私たちの大学について紹介します。どうも、今回は言語大学の吉野市です。ここは言語大学の食堂です。この食堂ではサンブーサやピラフなど美味しいものがたくさんあり、だいたい120円で食べられます。日本語学科の教室です。教室は2つあり、その他に教員室もあります。日本語学科の学生は1年生24人、2年生25人、3年生19人、4年生も19人、みんなで85人です。先生は4人います。青森市の皆さん、こんにちは。まひなと申します。2011年から日本語の先生として日本語を教えています。はじめまして、日本語の教師、ヤヒヨと申します。はじめまして、日本語を教えているロジクルと申します。2017年から国立言語大学で日本語の教師として仕事を始めました。日本語科の仲間はみんな日本語の勉強を頑張って将来日本に行ってみたいと思ってます。もちろん青森市に行って学生の皆さんにも会いたいです。皆さんもぜひタジキスタンに遊びにいらしてください。では、さようなら。